星田三平偽司会1それが恐ろしい犯罪計画であったか私はそれと決定することができない恐ろしい疑惑に苛まれているばかりだ。 もしこれが犯罪としたならばこれはまれに見る完全犯罪ではないだろうか峰川から「ぜひ頼みたいことがあるから来てくれないか」と言ってきたのはほとんど夜中過ぎであった「今頃どうしたのだろう?」と私は思った峰川は新身の理学者として 以前から私たちの間で問題になっていた何を研究しているのか峰川は親友の私にすら言わないのだ私たちがそれについて質問すると「少し変わったことを考えているんだね近頃人間の感覚というものが信じられなくて困るよ」というのだそこから、 人間感覚の問題に思いを凝らしているらしいと推測するばかりだ近頃峰川の心には他に何もないらしい時々一緒にバーへ行ったりするのだが私たちの話なんか耳にも入れないらしくぼつぼつと漏らす言葉がみんな我々の了解できぬ科学的術語なのだ我々はこの峰川の頭脳に恐ろしいほどの期待を持っていた 学生時代から峰川の業績はほとんど驚くべきものだった定大の2年の時に量子力学に一生命を開き次に人間の神経系統に関してその細胞組織に新しい研究を発表した学校を卒業すると理学部教室にとどまって独立の研究を続けだしたそれから幾年、 私たちは峰川の研究がどうなっているか少し,も知らないしかし峰川の科学ばかり詰まった心にも恋愛を感じる弱点を持っていたのだ人間の感覚が信ぜられないという峰川が感覚のみでしか感じられない恋愛に苦しむとはなぜだろうかいやそれが当然かもしれない感覚に不完全さを感じればこそ 感覚による陶酔がより強力により病的に神経に触れるものなのだク子といった浅草の娼婦の一人だどうして峰川と知るようになったか詳しいことは知らない峰川の言うのを聞くと研究を続けるためにどうしても人間の神経組織が人間と言わず人間の神経組織といった 必要になったのだそれで浅草のポン引きに誘われるままに「旦那踊り子なんですぜちっぽけな娘なんですぜ」峰川は声色まで使ってみせたがそこへ行ったのだそこで楽子を発見した最初は何とも思わなかったどうせ踊り子なんて嘘に違いないが。 僕はたただだ。神経組織が欲しかったのだどんな女でもいいそう思っていたしかしラッコを見た時ピリピリ伝統のように感じた肌は病的な鈍い白色だった目はバセウ士病のように飛び出ていた瞳が小さく要するに貧困によってリチの退化させられた女だったのだ その病的な個々の道具が集まるとそこに全然別な効果を醸し出しているのだそれは最近の醸す悪手だった死体だけは避難のしようがなかったいやそれも僕だけにかもしれない肉体をいつも露骨にさらしていても人目を引かなかったのだからそのたくましい肉体はむしろ動物的だった 峰川はどう話をつけたのか落子をそこから買い取ったどうせ非常識なほどボラれたに違いないむしろボラれることに峰川は満足したのかもしれない落子をどうしようとその神経組織をどういじくろうと人道的に責任を感じることが薄いからだ私は時々落子を見た 獣のようで黙っていむちらしいどんよりした瞳表情ふと見ると無神経な顔はどうかすると恐ろしく意地悪な悪意を含んだ表情をちらっと見せる楽子の心は外界に順応する敏感性を失っているただ自分の欲望が圧迫せられると 自制心のない感情が反射的に外部に反発するだけだこの退化した動物的な精神状態は峰川の研究の影響から生じたものだろうか峰川にもこの精神状態に似たところがあるその感化だろうかそうに決まっているというものも私たちの間にあったその証拠にラッコの知っているのは峰川だけじゃないか カ川は大切な培養した細菌みたいにラクコの心を外部に接触させないのだラクコという存在は変なものだった何も言わない私たちの行動はラクコに何の影響も与えないとしてみればラクコの存在などは完全に無視してもいいではないかそれを承知していながら 一道の心は重い圧迫感から離れることはできないのだ峰川は落語を発見して1年ばかりして全然研究室を出なくなった全く閉じこもって落語を相手に得体の知れない研究に取りかかってしまったのだ主任教授の山路博士にそっと聞いてみてもさあ 川君のことだからつまらぬ研究じゃないだろう。だが何をやっているか知れたもんじゃない。というのだ、このごろ、もしかすると峰川君の気が変になっているんじゃないかと思えるよ。楽子という女も恐ろしい無神経なのに違いないね。というところを見れば。 山地博士も何か異常を監督しているに違いないが押して理由を聞いてもなぜ気が変なのか言わなかったそんな気がするんだよ峰川君の顔を見るとねというだけだった私は親友ではあるが峰川のことを思い浮かべるのが苦痛になってきた他の者も,もそうらしい 話題が峰川のことに落ちると慌ててその話題からそらすのだったただそんな時のみんなの表情は恐ろしいほどの期待を持っていることを語っていた、2. そんな時に峰川から頼みたいことがあると言ってきたのだ拒むはずがなかった 私だけ招かれたのではないだろうという期待を裏切って研究室には峰川と楽子がいるだけであった2人とも表情にこの世のものと思われないものがあった例えてみれば何か見えない世界を見ている顔「失いし時を求めて」という小説の題があるがその失いし時に視線を集めているような顔 私は何となく不吉な惑乱と言うべきものがひしひし2人を取り巻いている気がしたその惑乱がどこから来ているかわからなかったけれどもよく来てくれたね待っていたんだ峰川が言った落語は私を見ても視線を動かすでもなく獣のような鈍感さを示していた 頼みたいことってなんだ。それがねえ峰川は言いにくそうにそれを言う前に僕の研究を少し話しておかないといけない君は視神経のことを調べたことがあるかねないよ私はあっさり投げ出して峰川の説明を促した僕の研究の目標は ここのの視神経のことだった。詳しいことは言う必要がないが生理学は説明するね。光線が眼球で視神経の末梢を刺激しその刺激を頭脳の中枢に伝達することによって視覚を起こすとだがこの刺激というのは生理学はただ一種の電流だろうというだけで何も説明していない。 僕はここんなところに興味を持ったやはりその刺激は電流らしいすると次の問題が起こるすなわち光線が末梢神経を起こすと同じ電流を通ずれば頭脳中枢は視覚を起こすだろうかもしこの理論が正しければ我々は光線と無関係な視覚を持つことができる つまり僕の研究はこれだったんだ私はぐるぐる頭脳が回転するように思った峰川の説明が分からなかったからではなくその思考が理路整然としているようでありながらよく考えてみるととてつもない妄想だったからだそんなことがあるものか私の心中にそう反抗するものがあったからだそりゃあ 不可能だところが不可能じゃないんだ僕はその視神経を流れるものに似ている電流をでたらめに頭脳に通じてみたのだすると果たしてある特殊の電流が視覚中枢を刺激して視覚を起こすことが分かったこれはラックに実験してみたんだから間違いはない。 確信ありげな言葉だった私もそれを信じないわけにはいかなかったそりゃあ立派な研究じゃないかああまあそれはそれでいいんだただ困ったことにはその電流によると人の顔しか見えないんだ理由は無論不明だ楽子の見るのは少年の顔なんだ それは本当に悲しげな顔だ憧れている顔だ楽子の知らない顔だという僕の見るのはある女の顔なんだもしかすると人によって見るものが相違するかもしれないと思うそこで君に頼みがあるのだが恐ろしい緊張した顔だった 君にこの電流を通じさせてもらいたいんだ何が見えるか果たして人によって見えるものが相違するのか好奇心だったこんな研究の成否を調べてみてやりたいという私は承知した 三峰川の研究は嘘じゃなかった変な機械を体に装置されて私ははっきり幻想を見た幻想としか言えない瞳をつむって見たんだ女の顔細い死体しかし あの細っぽい体のどこにあんな情熱が潜んでいるかと思われるほど激しい視線でまじろぎもせず凝視しているのだ1時間だったか2時間だったか人間というものは視覚が慣れないものにぶつかると時間に対する感覚が違うものらしい私は何時間かの間その視線に居すくめられていた いつまでもいつまでもその女は業師をやめない時々私の視線の位置が動くらしくその女は近くなり遠くなりするのだがキラキラ光る肌黒い瞳もう10時間もたった気がしでした動かない女の表情だった私はたまらない焦燥を感じ出した あの表情が少しでも動かなければ私はじりじりしだした私はこの女の顔を恋し始めたのだ何が見える空から響くように峰川の声がしたぽっかりと視界の割れたような気がした女の顔だこの女は 永遠に動かない生きている彫像だいつまでたっても教師をやめないじゃないかふいにその弦迎が消えてしまった機械を取り去られるとぶっきらぼうなほど出し抜けに峰川の顔が見えた女の顔だねあの女はどこにいるんだ私は、 あの女に恋しだしたどうやら君の見た女と僕の見た女と同じ顔らしいねあの女は現実にいるのかいないのか峰川は私の問いなんか答えようとしないそれじゃあまたと私を送り出した凍ったマスクのようなラッコの顔に ちらと陰なのの動くのを私は見たなぜだろう時間を見ると私が研究室に来てから1時間もたっていないすると私があの顔を見たのは3四4 0分だするとあの幾時間も見ているようだったのは散々感覚がかき乱されているのだその乱された感覚に あの激しいい視線が掘り込まれていた。あんな表情を持った女がどこかに実在するのだろうか実在するんだったら私はたまらなくその女を見たいあの顔に表情が動くのを見たらこの焦燥は消えるかもしれない私はその顔を探し出した日が経つにつれて薄らぐはずのあの顔の印象が 薄くなるどころかますます心をせき立てるのだだがその女の顔は現実にあるだろうか私はあると信じたそれが恋愛というものなのだ小説にある恋愛と何という違いだところが私はその女を探し出したのだ意外なところで と言って決して秘密なところじゃなかった。人の集まるところ。私の知っているところ。つまり日米ダンスホールなのだ。そこの？久子だったのだ。私はポカンとした。草子だったら幾度見ているか知れないのだ。なぜ？それまで気づかなかったのか？ しかしよく考えてみるとその原因はうなずけたそれは私の頭脳に刻み込まれた印象と現在の草子との相違だ草子ははつらつとした風のように動きやすい表情を持っていた私の頭に描いている謎みたいな表情なんかこれっぱかしもないのだだから草子が恐怖に顔色を凍らし顔色を変えて凝視する時まで気がつかなかったのだ 私は草子の顔に私の恋人を発見するとそわそわする心を抑えて近づこうとしただが草子は私なんか見向きもしない恐ろしいものを凝視する神経の傷んだ瞳だった私は草子の視線をたどった楽子だ落子はたった一人で野生獣の瞳を草子に集中していた 私にはこの二人の敵意が理解できがいでなどこで二人は憎み合うようになったのかどうしていいか迷っている間にふと楽子は出ていってしまった草子は疲れたようにぐったりとなった私は草子から目を離さなかったそれから20分もすると私は草子に向き合っていた草子はまだ感動から静まっていなかった ピリピリ指先が震えているおかしいほどだ草子が私に見せまいと勤めるほど余計に震えたとうとう草子は隠すのを諦めたおかしいわね私たし臆病だから少しのことにも震えるんだわ見てたんだよまあ何を じっとのぞきこむような瞳だったあのラクコまあそう知っているしかしどうしてラクコ知ってる知っているんじゃないわただ23度踊っただけその時こんなことを言うの私の恋人はあんたばかりを持っているんだだから どんなことをするか知れないのよって私何のことかわからないのあの人の恋人なんか知りゃしないし思い当たることもないんだものとうとう私は草子の顔を幻影で見たことや峰川と楽子のことを話してしまった草子は血の気を失っていた ラクコと峰川の研究が恐怖の対象となるほど神経的なものに見えたのだ私その峰川さん知ってるわ実験に使われたことがあるんだもの怖かったから逃げ出したのなんだか恐ろしいことが起こるような気がするあのラクコって人の顔忘れられないわいいよ僕がラクコの言う意味を調べてやるよ その晩、草子を私のアパートに連れてきておいて峰川の研究室に行ったどうしたんだ何か用が。峰川がぶっきらぼうに言った峰川の神経も変になっている痴呆症みたいな瞳だ君は草子って女を知っているね知ってる そのらッコが入ってきた石像みたいに冷たい顔だじゃあ草子が恋人を取ったとらッコさんが言ったのはどうしたんだどんなことをするか知れないと言ったぜ峰川はうるさそうだったくだらないことを言わないで帰ったらどうだ僕はまだこれからやる仕事がうんとたまってるんだいや 楽子の言った言葉の意味がわからないと帰らないんだラクコのヒヤビヤした声が私その説明したげるわと言った神経がピリッと張ったク子はまじろぎもしなかった峰川さんは変なことを研究して人間の顔を見出したそしてその顔の美しさのために ミネさんはその顔を恋しだした。自分の作り出した頭脳の幻影だと知りながらその女を恋して、私を捨ててしまった。その顔は草子の顔だ。だから私は草子を憎むんだ。私の恋愛をむしり取ってしまったのはあいつなんだ。あの女が死んだら、 峰川さんの見る幻影も消えるに決まっている。そんな理屈があるものか。女なんて非論理的な推理をするものだ。しかし、ラクコの革新的な言葉を聞いていると、私もそんなものかと思い出した。峰川それは本当なのかと私は怒鳴った。峰川は何も言わない。 ラッコはあれほど劇場的な言葉を吐きながらいつもの通り鈍感な顔だそれがたまらなく不気味だ重い沈黙私はたまらなくなって研究室を飛び出した一直線にアパートへ帰ってきた草子はまだ起きていて寒そうにストーブに手を出していた私が話をしてやるとふん<ぁ>と やけに笑ったどうでもするがいいどうせあまり生きていたくもない私なんだ4草子はむしろ平凡な古風な女だった私はすっかり草子の心の隅まで知ってしまったがどこにも錯覚的な影などはなかった。 それだかからといっって私はは失望はしなかったが、心の奥で幻影を求め始めたことは事実だった一つ来たっても二つ来たっても楽子の恐喝は実現しなかったそれが当然かもしれなかったがなあに、ラッコは錯乱してあんなことを言ったんだよもうすっぱり忘れてしまっているだろう時々峰川の噂を聞くことがあった 相変わらず機械な研究をやめないらしいしかしあれからどれだけ進歩したかそれはわからなかった一度みぞれが降って工房の潤んでいる町で峰川にぱったり会ったことがある僕はねえ峰川が言ったあの幻影の女を探しているどこかにあるような気がするんだ 女は草子だそんなことがあるものか草子なんか不完全な模造に過ぎないのだ偶然の掃除に過ぎない僕の探しているのはあんなものじゃない君はそれを発見して一月も一緒に暮らせばその女が求める女でないことに気がつくだろう草子のように それは草子が不完全な模造にすぎないからだ僕の求める女はそんなものじゃないみぞれの町の立ち話でそれだけしか話せなかった峰川はそんな女を探し当てるだろうか探し当てたとしたら私は立然とした私の運命が その女のために軌道外にそれていくかもしれないと思い出したのだ。草子で満足していた心がだんだん痛み出した。いろいろの顔がこんぐらがって心に浮かび出した。私は落ち着きをなくした。峰川に先んじてその女を発見してやろうか。それができたら。 ラクコの失踪したという噂があった草子を狙っているのかもう峰川の研究室にはいないのだそうだああラクコかあれはあるところにいる坊が解放したのだあれに恋人ができたのだだから僕が自由にしてやった。 苦しかったよ。僕はあれを愛していたからねそう峰川は言うのだしかしラッコがどこにいるかを聞くと峰川はゆがんだ神経を見せるばかりだ知らないよ僕は恋人2人の生活を乱すほど嫌な人間じゃないラッコは峰川に殺されたのじゃないか と疑惑するものものあったそれも当然のことだった峰川の神経が変だというのは定評だったから峰川はそれを聞いても平気だったそうだそれは知らないからだよ落子は死んでいないのだある少年と仲良く暮らしているんだ何という少年か知らないけどね ちょっと不良じみたメリケン帰りといったふうな少年だ峰川はそんなことを語ったという峰川は気が違ったんじゃないか私はとうとうじっとしていられなくなって思い切って峰川を訪ねたラッコはいないそうだねどこへ行った出し抜けだった峰川は驚かない 私を見るとうるさげに眉をしかめた君までそんなことを聞くのか馬鹿げたことを聞くもんじゃないラクコは死んだのじゃないのかいやラクコは恋人と暮らしているんだ見せてやろうかどうしたのか電流によって見えるんだよ そんなものを見たって何になるんだ要するに頭脳に描いた幻想じゃないか峰川もそれを知っているんだ。くだらないそんなものが信じられるか峰川は私の愚かさを憐れむように。じゃあ、見るに及ばない。どんな言葉をかけても相手にしなくなった。 ラクコの居所を言わそうと思っても無駄だった私なんか見向きもしないで例の電流装置をいじっているのだ私は失望したぼんやり峰川の顔を見ているばかりだった峰川は何にも知らないのだろうかラクコは生きているのかおおっ峰川が不意に声を出した 瞳が散大してどこに視線を集めているかわからない。それでも何か見つめている。電流による視覚で何かを見ているのだ。ああ。女の顔が苦しげに歪んでいる。どうしたのだろう。機械の故障だろうか。そうかもしれない。だが、あの苦しげな、 歪んだ表情は、何か言おうとしている。口が動いている。だんだん血の毛がなくなっていく。表情が動かなくなっていく。死んでいくようだ。まるで死骸の顔だ。草子。 草子の顔だ私はひしひしと危機を感じたそれと同時に草子はラクコに殺されていたダンスホールの真ん中で踊っていた草子の背後に近づいたラクコは無造作にナイフを心臓に叩き込んでいた峰川は言った やっぱり草子だったのだ。僕の頭脳の中に現れていた顔は、やっぱり草子だったのだ。それを僕は知らなかった。どこまでも他の人間を求めていた。僕は馬鹿だった。それがはっきりわかる。 死んだ草子が私の求めている恋人だったことを知ったって何になるだろう。苦しいだけだ。それに僕は落子の心まで無茶苦茶にしてしまったのだ。六。 ししかしそれが事実だろうか。事実が立つにつれて私はこの事件全体が計画された殺人事件のような気がしだしたのだこの恐ろしい疑惑がどこから起こったのかそんなことはわからないしかし私はこの疑惑を心に閉じ込めておくことはできなくなったこの疑惑は峰川が草子を殺害する意思を有していたことを前提にしている。 私はそれがあり得ることのように思えるのだ峰川は最初草子を研究室に連れてきたそして何らかの理由によって草子は飛び出してしまったその間に峰川が草子殺害の意思を起こすある理由が存在したと思えないだろうかもう一つ殺人理由が考えられるそれは一つの実験である 一つの殺人の原因を与えれば、果たして人間は殺人事件を起こすだろうかという問題に対する実験だ。峰川がこの実験を行ったのではないか。峰川は殺害を決心した。その計画を果たすために、あるいはこの実験を行うために選び出されたのが落子だった。峰川は 道徳心の退化した理智の欠乏したけだもののような階級から楽子を選び出した犯罪を何とも思わないことは峰川の計画に必要だったのだ峰川は楽子を愛するふりをした今まで愛なんてことに盲目だった楽子が嘘の恋愛か真実の恋愛なんてことがわからないのは当然だ楽子は峰川に汚れてしまった それを認めると、峰川は以前から考えていた、あの頭脳に電流を通ずるという変な学理を持ち出した。科学なんてことを知らない楽子がそれを疑うはずもない。私でさえそれを信じさされてしまったではないか。しかしよく考えてみると、少し巧妙な催眠術師は、あれくらいの幻想を暗示によって見せることには不可能じゃない。 事実峰川は学生時代から催眠術に興味を持っていたじゃないか峰川は世にも不思議な恋をあの顔に覚えるふりを見せたこの新しい恋愛に溺れたことを洛子は信じてしまったこれは私があの草子を恋した事実がより信念を強めたことは疑えないラ洛コは私より一歩先に草子を発見した 草子に峰川は私にこそ求めているのは草子じゃないと言ったけれど落子には実在の草子を恋しているような暗示を与えたそしてもし草子が死んだらという暗示も峰川が望んだ通おり落子が草子を殺害する意思を持つようになった。 研究室から解放した。ラクコに殺害の機会を与えるとともに自分の殺人に無関係だったことを示すためにラクコが恋人を発見したことは一種のカムフラージュに過ぎないすると草子の殺害される時の顔を研究室で見たのはなぜだろうかこれも峰川がラクコから殺害実行の時間を探り出して 自分の研究を神秘化するためだと考えれば解決がつくじゃないかしかしこの恐るべき疑惑を確かめることができるだろうか私は殺人の原因を積み重ねながら犯罪の発行するのを待っていた峰川の心理を思うと恐ろしい私は考えるほど この推理を最も常識的な説明のように思えるのだ。もしこの推理が事実とすれば、峰川の計画こそ、世にも稀な完全犯罪の一つではないだろうか。